こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は同じコスメで半眼ずつ男性受けメイク、女性受けメイクをやっていきます。全く違うコスメだと本当に差がつきやすいんですけれども、まあ同じコスメでやったらどのくらい違って見えるのかなっていうことをね、今回はやっていきます。まあ男性受けメイク、つまり男性からよく見られたいメイクっていうのは、やっぱりね、男性ってこの生物学的にもこう若い女性がやっぱり子孫を残しやすいってことで、若々しいっていうワードに弱かったりとか、そう見える女性にすごく惹かれやすいので、できるだけこうナチュラルで、私自然な姿でこのくらい綺麗なんですよっていうようなアピールができるようなメイクで仕上げていきます。であと男性の好きな唇の比率とかもあるので、そういうところにちょっと習って、リップを仕上げたりします。で、女性受けメイクっていうのは、そもそも女性だとこのメイクをする者同士の視点なので、やっぱりこの眉毛が綺麗に描けてるとか、グラデーションが綺麗に出てるとか、うわそのリップの色いいねっていうような、この女性同士で会話が弾むような、ちょっと注目されるようなメイクに仕上げていきます。ということで早速やっていきましょう。眉毛からやっていきます。ケイトのアイブロウパウダーを使っていきます。男性受けの方は自然っていうのが大きなテーマなので、もともとある眉毛を生かすように、顔ってあまり直線的な部分って少ないですよね。なので直線的っていうよりも曲線的な方が自然に見えやすいので、柔らかく丸く見えるような動きで描いていきます。で、こんな感じで自然に描いたら、もう明るいカラーでこのようにぼかして、ノーズシャドウも本当に自然なぐらい、ちょっとつながりを出してあげるぐらいで大丈夫です。で、女性受けの眉毛なんですけれども、基本的に甘めっていうよりかも少しキリッとした印象にしていきます。で、やっぱり女性同士だと甘い系の女の子よりも、ちょっとクール系だったりとか、個性をね自分で出してる女の子に対しての方がリスペクトがやはり行きやすいので、まあ人によりますけどね。なので今回はちょっとキリッと仕上げていきます。眉尻の方の流れもキリッと描いてあげます。このノーズのラインとかもちょっと丁寧に描いていきます。アイメイクですが、まずは上下まぶたを明るくします。女性受けの方は涙袋の部分をちょっと大げさに入れていきます。男性はね、君の涙袋可愛いねなんてないけど、女性は涙袋可愛いっていうのがあるので、ちょっとキラッとねぷっくりさせてみせます。このアイシャドウを使っていきます。男性受けの方は3分の1半分ぐらいまでのせて、目尻のところも少しのせます。濃いめのねちょっとブラウンカラーを引き締め程度に細く入れていきます。何色が入ってるかわからないぐらいな感じがちょうどいいです。女性受けの場合は密度の濃いブラシにとって、結構色味をねがっつり入れます。綺麗な色合いだったりとか、グラデーションになっていると、メイクをしている人同士での評価につながりやすいですね。グラデーションもこのくらい差が出ます。そしたらアイラインで、今回はスキニーリッチライナーのブラックを使っていきます。男性受けの方は本当にね、まつげとまつげの隙間を埋めるくらい、その方がね、もともと私ちょっと目がねはっきりしてますよとか、まつげの密度がありますよっていう風に見せることができます。下のラインは本当に黒目の下にちょっとお皿を描いてあげる程度にします。女性受けの方はキリッとした跳ね上げラインを描いていきます。目の下全体に引いていきます。こちらは上の方だけちょっと自然な長さを足す程度にしていきます。こちらはちょっと重ね塗りをして華やかな印象にしていきます。チークはこちらのセザンヌのナチュラルチーク01番を使っていきます。男性受けする方はもともと持っているような血色を表現していきたいので、ニコッと笑っていただいて、高いところにポン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 とこう血色がじわっと広がっているような印象で入れていきます。女性受けの方は斜めに入れて、ちょっとお顔の引き締めを意識していきます。でしたらリップです。男性ってその初対面の女性のお肌と口元を見るっていう風に言われていて、基本的にはまあ1対2の割合が理想と言われています。と、私のように上下が厚い方っていうのは、ちょっと男性受けの方は上唇を削っていきましょう。ここからリップを塗っていきます。こちらのカラーを使っていきます。リップの厚みを修正したので、リップブラシで描いていきます。薄く塗るとね、結構コーラル系の血色感のあるカラーです。こんな感じで、ちょっと形をね、なるべく上唇を薄めに、自分のリップで自然な範囲でやっていきました。でしたら、
もうね、女性受けの方はリップの厚さがどうだからどうみたいなものはないので、もう個性を生かしていくというメイクでいいと思います。リップの形は変えずにはっきりめに色味も塗っていきます。はい、完成したので半顔ずつ比べてみます。男性受けの方はよりナチュラルな印象、女性受けの方は各パーツ作り込んだ印象が見えると思います。今回はざっくりと男性受け、女性受けに分けたんですけれども、人によって感覚はそれぞれだと思うので、ぜひ参考までにしてみてください。それではさようなら。